どうも、のんたんです。ね、もうすぐクリスマスということで、今日はとりさんにクリスマスプレゼントを渡したいと思います。はい、ということで、のんたん。はい。今日は、まあ、クリスマス間近ということなんですけども、はい。はい。なんか私にいいことがあると。はい、お、何でしょう。今年1年、うん、良い子にしていた鳥さんにいい子にしましたよ。メリークリスマス。お、あざます。メリークリスマス。イブイブかな。え、いいんですか。ぜひ開けてみてください。はーい、やったぜ。この年になってクリスマスプレゼントもらえるってなかなか貴重ですからね。じゃあ遠慮なく。なんだろう。え、何これ。細長い、細長いよ。え、まさか。え、嘘だろ。そんな。え、なんすかこれ。ねえ、なんか見たことあるようなないような。え、開けてみてください。開けます。え、てれー。お、これは食べ物ですかね。チョコじゃないですもんね。チョコじゃないです。どう見てもエビがいますしね。え、これは何でしょう。これは、うん、茅野屋さんの。茅野屋さんのだし玉です。だし玉。ということは、私これ知らないやつですね。あ、本当ですか。うん、お味噌汁とかはそういうのはよく使いますけど、飲みますけども。だし玉。そうなんですよ。だしの玉。玉。ということはこれをですね、うん、カップに入れて、うん、お水 150ml を注ぎ、うん、レンジでチンをしたら美味しいスープが出来上がってますよと。お湯を注ぐんじゃなくて。そうなんです。お水を注いでチンするんだ。チンです。へえ、とてもお手軽。へえ、そうなんだ。はい。でもこれほら、みんな見た目が違うじゃない。そうなんですよ、うん、今ここにある3種類ございますけども、はい、向かって右からですね。これですか。逆ですね。こっちですか。はい、はい。それがキノコとレンコン。キノコとレンコン、はい、でございまして、うん、真ん中が、うん、桜エビ包みでしょうね。でこれで違ったらあれですもんね。でもエビがすごいたくさんですよ。そしてこちらが青さゆず。あ、青さゆず。へえ。でも茅野屋さんだもんね。やっぱお出汁スープ。そうですね。美味しそう。ちょっと待って、全部好きそうなやつです。青さすごい好きで、ほう、お味噌汁もあるんですよ。フリーズドライの。フリーズドライのね、もう青さのやつもよく飲みますし、で桜エビすごい好きなんで。でこれレンコンとキノコだっけ。そうです。レンコンとキノコもいいな。なんか冬っぽくていいよね。あ、ですね、うん、ぜひ今日はどれか、うん、まあせっかくなんで、うん、お一つ選んでいただいて。そうですね、3杯はさすがにきついんで、ね、ゆっくりね、後日いただきたいと思うんですけど。でも青さは種類が違うとはいえ、味噌汁とはいえ青さのやつはよくいただくんで、そうですね、エビもいいけど、エビがいっぱいになりそうですねこれ、ふわっとなって。確かに。でもなんかちょっと冬っぽいんで、今のテンションねで考えると、レンコンとキノコ、ちょっとこの白いのがどうなるのかね、ちょっと気にもなるんで、じゃあレンコンとキノコのこれ、はい、うん、これをちょっと、じゃあこちらですね、こちらをじゃあいただきたいと思います。はい、はい、ということでレンジでチンしてまいりましたけども、
非常にいい香りですね。さあ、いただきます。メリークリスマス。うん、美味しい。うん、あ、いいっすね。洋風のお味噌汁みたいな感じですかね。なんかお味噌入ってるんですけど、野菜だしなんで、あと椎茸だしでしたっけね、が入ってるやつなので、あのすごくね、いわゆる日本のお味噌汁とはちょっと違う。だからあの私も重用させていただいております、あのフリーズドライのね、あの茅野屋さんのお味噌汁あるんですけども、それとはやっぱ全然違いますね。で、優しい味です。すごくお上品な、あの味が足りない時に使う上等句の方じゃなくて、本当にあの茅野屋さんのねお出汁知ってる方だったらわかると思うんですけど、あの非常にいいお出汁がね出てて、そこにお味噌もちゃんとあるので、なんかね不思議な、ちょっと普通のお味噌汁とか普通のスープとはまたね一味違った、でも非常に美味しい。そうね、だから本当になんて言った、スープ味噌汁どっちみたいな、味噌スープいわゆるね、そういう感じなのかな。うん、でキノコもたっぷり入ってますし、レンコンはねすごい細かくあの刻んであるので、あの食感はそんなないんですけど、あ、でも残るな少し。これねうまい。もちろんこのままいただいてもいいんですけど、ご飯とか入れても多分絶対美味しい。それをやるのももったいないのかわかんないですけどね。あと菊のお花がちょっと浮いてたりして、いやこれのたん美味しいです。ありがとうございます。いやこちらこそ素敵なクリスマスプレゼント、どうもありがとうございました。皆さんもぜひね、これもしよろしければお試しいただければと思います。いや最高のクリスマスプレゼント、どうもありがとうございました。じゃああったかいうちにいただきたいと思いますので、今日はこの辺でお別れしたいと思います。ではまたお会いいたしましょう。バイバーイ。